しゃべくりマッチロ始まるよ。こんばんは。1月28日月曜日午後7時になりました。しゃべくりマッチロ第431回でございます。早いもんでね、お正月の番組始まりまして、今日で4週目、1月最後の放送となりました。平成、まあもう毎回そうですけど、平成最後の1月ということでございます。今日の、ね、ゲストの方をご紹介しましょう。松代地区の社会福祉協議会の地域福祉ワーカー北村玲子さん、ご紹介します。田村です。よろしくお願いします。お願いします。お世話様です。今日は、うちくるピザで婚活ということで題材でお送りをしたいと思います。その前にちょっと今週のニュースをお話をしたいと思います。全部これ昨日のニュースですよね。大相撲で長野県出身の、いつも宮坂代表が御嶽海どうしたってねやってますけど、休場したにもかかわらずですね、勝ち越しましたよ、ね、勝ち越して殊勲賞受賞いたしました。それからテニスの大阪の海です、皆さんありがとうの直美さんですね、ちょっと物まねうまくいきませんでしたけど、優勝しまして世界ランク1位ということでございます。それから、先ほどから北村さんもちょっとがっくりしてましたけど、アイドルグループの嵐がね2020年、活動休止ということで発表がありました。ちょっとね、芸能界、スポーツ界といろいろなニュースもございました。松代テレビ局も2020年で500回を迎えます。ちょうどこれを機会に、休止というお話はございませんので、どうぞご安心をいただきたいと思いますびっくりしたでしょ、代表もちょっと来てそこでモニタリングしてなんてやってましたけど、そんなわけでございます。それでは行きましょうかね。松代地区の社会福祉協議会についての経緯を北村さんの方で ご説明をお願いしたいと思います。はい。昭和42年に設立されまして、はい。平成18年に、住民自治協議会が、設立したと同時に、はい。福祉健康部会に属しました。はい。40年でね、すごいですね。でその後、はい、10年立ちまして組織統合、はい、平成28年に28年、はい、組織統合いたしました。4年一昨年ね、はい、に現在進んでおります。で組織はどのような人員で構成されておりますか。会長が1名と約50人の役員で構成されております、はいはい。あとは事務局の方は支所の中にある住民自治協とね、はい、お隣のところにお部屋がありますけれども、はい。地域福祉ワーカー北村さん、はい、と、もう一方、はい、それから、はい、地域助け合いコーディネーターということでお一人、はい、今日もねお見えいただいて、はい、一緒にモニタリングをしていただいておりますが、そんなわけでございます。でね、もう一つちょっとご紹介したいんです。松代テレビ局のことで、ご紹介をしたいと思いますが、そこじゃなくて、はい。これね、松代テレビ局のホームページですが、ご覧いただいたことあると思います。左上のところに松代テレビ局とはという説明があります。ここに何が書かれているかということを言いますと、松代テレビ局は地域の福祉を推進し、ここなんですよ、一番肝心なところね。これがね、どこの団体にもないんです。で、松代で活動する団体の中でこういう題目を挙げているのは我が松代テレビ局だけです。で、これをね、一番の基本として、まあ、毎週地域福祉の話題を中心にしながらですね、番組を進めているということでございます。もっと大きくこんなマクロじゃなくてですね、地区の福祉協議会についての事業をご紹介をいただきたいと思いますが、地域助け合い事業のほか、
はい、触れ合い事業ですね、触れ合いのまちづくり事業ですとか、福祉バザー、福祉大会など、はい、ございます。でその中でですね、地域独自課題事業というのがありまして、はい、でその中で、親の婚活セミナー、あとまた、今日お話しさせていただくうちくるインモテキさんちという、はい、本人の婚活事業を、ね、はい、しております。ということで、これが北村さん作ったパワーポイントのやつですね、はい、はい、ご紹介しましょう。はい、地域課題としての取り組みが、平成26年から活動しているんですけれども、その前に地域の方からですね、ご自分のお子さんが、うん、今お一人でいるんですけれど、誰かいい人いないって、はい、うん、今後これから、はい、はい、そういった、何かこう出会いの場を作ってもらえないかという、うん、はい、話をいただきまして、そこから、はい、役員と一緒に考えながら、はいはい、活動して今日に至っております。はい、親の観光、観光ツアーね、婚活、はい、26年からね、4回ほどおやりになったということで聞いております。延べで132人という記録がありますけど、親の婚活どんなことを具体的には、親御さんがですね、ご自分のお子さんについてのプロフィールをお持ちになって、親同士で情報交換をするということですね。はい、でその前に結婚センターの先生に講演会を、はいはい、親として、はい、こうできることっていうんですかね、はい、そういうことを講演のお話をいただいて、そこから交流会をしております。はい、親だけでまずこう、まあ、お見合いじゃないけど、その話し合いっていうですか、うちの娘どう、うちの息子どうみたいな話をされて、はい、その時写真持ってきたりいろいろやる。そうですね。あ、なるほど。はい、で、こういうところ勤めてるんですよとか、うちの子はこんなとこ可愛いんですよみたいな話をするわけだよね。はい、そうですね。でどうってなって、はい、でも結局は本人同士だからね。そうですね。でそれに基づいてご本人さんたちのマッチング、うん、はい、やるわけですね。今までどんな会場でどんな様子だったですか。親の婚活はいつも松代支所の2階の本当に会議室で行うんですけれども、はい、固い感じだね。そうです、ね、机挟んで、はいはい、なるべく、はい、雰囲気が和らぐようには、はい、しているんですけど、でも親御さん同士で気が合うと、その後のお子さんを交えた会とかでも、こう随分とこう話しやすいというか、距離が縮まっているようで、はい、その後も本人の時って親もまた一緒についてくる、事業参加みたいな。初回の時にはついてきたり、どうですかね、その方によるんですけれども、うん、はい、なるほど。今日はですね、一昨年やった本人の婚活の様子で、はい、寺町商家でやりましたので、その写真を見ながら、ご案内をしていきたいと思います。これが寺町商家ですね。はい、でまずこれはキッチンを使って、具体的にじゃあ何かこうやりながらということで、はい、クッキングタイムを、ビーフシチューとですね、あとはちょっとおしゃれなサラダと、あとは、パンを先生、パンの先生というか、地域の方に来ていただいて、はいはいはい、手作りパンをそこで焼いて、はい、そして皆さんでこう食事をするとい こうパートごとに、ね、分かれて、うんうん、はい、お料理をしました。パンを作る人とか、はい、ね、これピンク色になってるのはこう目隠してあるだけで、別に特に意味ないです、はい、個人情報があるんで、はい、でクッキングが終わりますと、これを見て、ランチタイムということで、はい、それぞれ作ったやつをね、美味しそうなやついっぱい並んでますよね、この下にもね、はい、はい、こんな形で、皆さん食べて、でその後にいよいよマッチングタイム、はい、トークタイム、トークタイム、はい、付け挟んでね、これ寺町商家の、これ座敷の方ですよね、こんなスタイルで ね、はい、机とテーブルと、机とテーブル一緒に椅子と、はい、あって、でそれぞれこうなんていうかな、順番交代しながらやるんですよね。
はい、お話をしていくというような形で、はいはい、で今回の2月2日、まあ後でお知らせしますけど、先週も予告しましたね、2月2日今週末にあるんですが、これのための練習ということでね、12月の23日に、会場となります男の隠れ家茂木理事の別宅で、練習会をやりました。はい、茂木さん理事の方ですね。はい、なんか婚活には最適な方ですね。あ、そうですね、はい、どうしてか分かります？え、どうしてですか？茂木じゃないですか。茂木、茂木、はい、笑っていいとこなんですけど、はい、すいません、はい、茂木さん家でということでございます。これが茂木さん家のね、別荘別宅でございます。こんな感じのところで、ここにピザ窯があるわけです。ここのところですね、はい、これが練習の時にしました。みんなピンクの紙で目隠してます。ここの目わざわざ隠してあるんで意図はございません。こんな感じで2階でね、皆さん実際に作って燻製を作ったり、この時はピザと燻製もやりました、はい、ピザと燻製と、はい、やりました。うちの佃煮も出たはずなんですけど、この辺にありました、はい、頂戴しました、はい、あとミネストローネをその時作ったんですが、はい、はい、こんなピザの感じで、ピザ窯でね焼きました、これがねピザ窯なんですけど、かなり本格的で、茂木さんがご趣味でね自分で手作りをされましたということでございます。それでちょっとこれお知らせのチラシが小さくていけないんですけど、2月2日の日にね、はい、10時に集合して15時解散ということのスケジュールでやっていきます。でまずご集合いただくのは司書でご集合いただいて、はい、象山神社で参拝をしていただいた後、先ほどの会場へ移動すると。そしてクッキングをして、それからトークタイムで、こっそりマッチングアンケートですか、はい、いろんな仕掛けがあるわけですね。松代のいいところのご紹介ということで、はい象山神社や自然の中のこの茂木さん家のところってね、水上山のちょうど向かい側ということで、非常に自然に囲まれたところでね、はい、ございます。いろんなこのこっそりマッチングっていうのはどんな感じなんですか？そうですね、アンケートのところにまたお会いしたい方の、ね、番号を書いていただいたり、番号書いてね、はい、はい、集まり具合はどんな感じ？男性がもういっぱいとかってさっき聞いてました、はい、女性がちょっと足らないんだ ね、はい、女性にまだ空きがございますので、はい、ぜひこれを見て、女装した人はダメですかね？なんか去年、ね、先週女装していきたいとかって言ってだからね、私は女装じゃなくて除雪してって言って、雪がもう積もってるからね、あそこね日陰になっててね大変なんですよ、はい、はい、いうわけで宮坂さん、女装してくるうち来るいいですよ、はい、ピザだけ食べに来てください。会費は倍ですから4000円ですね、はい、いうことでございます。で今後またいろいろねアイデアもあると思うんですが、ちょっとね変わったちょうど昨日テレビ見てましたらね ありましてね、実はね医療法人が主催の婚活イベントということで、髪の毛をこうちょっと取ってもらってね、それで DNA を検出して、その DNA の遺伝子でこう相性をね診断するというようなこと、かなり変わった方法でまあいろいろあるんだなと思っておりますけど、トークタイムの時にちょっと思いついたんで、はい、いいことやりましょうかねってね間ありましたけど、はい、ちょっとこっそり教えちゃってください、はい、二本松さんの、はい、お話をヒントに、はい、このトークタイムの時に、3秒間お二人でこの男女で握手をしたら、うん、こう何か感じるものがあるんじゃないかな、ありますよ、ありますよ、ちょっと思いついたので、はいはい、ぜひちょっと当日はやってみたいなと、ね、トークタイム始まる前にね、はい、まあみんな自己紹介してあれするでしょうけど、握手してよろしくお願いしますってね、その時になんかビビッとこう来るものがあって、うん、なんかそういうカップルが増えるといいなってね、はい、思います。これからまた
2日に向けて、はい、いろいろとアイデアも出てくると思います、今日のワーカーの方もお二人来てますんで、ありました、いいアイデアありますよね、はい、うふふだって、はい、ありましたのでよろしくお願いしたいと思います。それでは今日はお忙しい中おいでいただいてありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。橋水さんでいつも代表やるんだよね。緊張してる？ご苦労さんでした。大丈夫？今日は宮坂さんいなくて残念。いなくて残念だね。トークが弾まなくて。いるけどね、ちょっとね、たまにおめたちやってみろ、ね、おめたちやってみろとね、はい、チャンスをいただきました。ありがとうございます。風邪ひいちゃって、ね、飲みすぎじゃないよね、はい。お知らせはね、今日ね、事務局の三田さんもちょっとお出かけでおりません、すいません。なわけで、早速予告、はい、はい、今日山井さん来てない、はい、山井さん、ね、これ映してください。来るっていうことなんか三田さん言ってましたけど、はいはい、見えないんで、見えないね、はい、レッドウィング真っ白で山井さんを中心に、はいはい、活動しているグループなんですけども、はい、いろいろなイベントに出て、ハーモニカ、はい、ハーモニカ6人ほどで一生懸命やっておりますグループなんですけど、去年のだからまあ年明けちゃったから、去年の正月の時に清水さんがハーモニカで、宮坂代表がケーナでやったんだよね、正月ね。あ、その時は山井さん来てなかったね。あ、来てなかったんだ。あ、はい、わかりました。はいはい。あちこちでね、活躍してるグループなんで、ぜひ来ていただきたいってことでお願いしました。お願いします。はい。ハーモニカ持ってくる。持ってくる。持ってくる。はい、みんな演奏もしますんで。最初の方で出てもらいましたね、いっぺんね。違う名目っていうか、だったっけ、山木さんは出たことありますけど ね、多分なんかね、ハーモニカいっぱい持ってきたような記憶があるんだけど、持ってきたね、ええ、こんな大きいのからね、ええ、小さいのからね、これ小さいのもあるんでしょ、あるね、はい、まあそんなもん持ってまた来ていただけるんじゃないかと思いますけど、内容は三田さんがね、はい、あ、そうか、パートナーっていう段取り、私じゃないんです。あ、そう、はい、私はしゃべくり下手なもんで任せました。横っちょでハーモニカ吹いてるんでしょ、一緒にね、吹いてないの？あ、そう、あ、切り替え忙しいからね、はい、わかりました。はい、そんなわけで、来週は432回になります。はい、ぜひ今、ね、皆さんご覧いただきたいと思います。レッドエング6人組で、来ますんで、ぜひよろしく、はい、よろしくお願いします。お願いします。松代、あなたの街、それそれそれくり松代、また見て。